門優佳、背番号3番ディフェンスです。小さい頃に、まあ、男友達と、はい、よくサッカーをして遊んでて、で小学校1年生の時に、まあ、その子たちと一緒にスポーツ少年団に入ろうみたいな、もう女の子といったら 2,3 人ぐらいしかいなくて、もう自分の学年ではもう自分一人で、あとは全員男の子でしたね。すごく負けず嫌いだな部分もあったので、すごい一生懸命してました。まあ、ディフェンス面としてはやっぱりみんなで無失点で抑えたことはすごく嬉しいですし、相手からボールを奪うことも嬉しいですし、やっぱサイドバックなので、やっぱ攻撃参加をしてアシストできるのも、はい、すごい楽しい部分でもあります。はい、やっぱり思い切りのいいプレーが、まあ、持ち味というか、そういうプレーができたら自分の良さも出てると思うので、はい、思い切りのいいプレーが自分の持ち味だと思ってます。1対1の部分ではなんか負けないぞっていう気持ちと、あとは自分の課題とかチームの課題を練習の中で取り組んだり、試合の中でも取り組んだことを出せるように、はい、やっていこうと思ってます。やっぱり見てくださるファンの方々にも感動を与えれるような試合にしたいですし、やっぱり勝ってファンの皆様と一緒になって喜びたいと思います。はい。